目が覚めたか。体も無事なようで何よりだ。私夢を見てたみたい。マルシラックとシルバがまだ生きてて、狂った審判から私を守ってくれたの。大丈夫か？悲しすぎて悪い夢でも見たのか？オイラがギュッと抱きしめてやってもいいぞ。先ほど私がここに着いた時、君たちのいた場所が崩れ、ナビアさんが水面へ落ちていく瞬間を見た。本来であれば一瞬でも水に触れれば溶けてしまうのだが、うん。何があったの？うっすらとだが、2匹の純粋精霊が君を受け止めて保護している姿を目にした。1秒にも満たないほんのわずかな時間だったが、そのおかげで救助する猶予ができたのだ。もし彼らがいなければ、救い出す前に君の意識は消えていただろう。ちょっと待った、純粋精霊だって？それってバシェの時と同じなんじゃ。もしかするとその二人こそ君の夢に現れた人なのかもしれない。声はいらないってずっと二人に言ってきたのに、まさか死んでもなお私を守ってくれるなんて。こっちに来てくれ。ヌビレット、どうしたんだ？いや、大したことではない。何か話をしないか？ん？なんだよ、急に難しい顔して。どうしたんだ？あ、わかったぞ。お前、無理やり話題を探そうとすると気まずくなるタイプだろう。私はただナビアさんに一人になる時間を与えるべきだと思っただけだ。だったら最初からそう言えよ。オイラたちを呼んでおいて話題も見つからずだんまりの方がよっぽど気まずいだろ。それもそうだな。シグウィンか。何事もなく過ごせているといいが、メロピデ要塞の仕事が重くのしかかってはいないだろうか？安心しろ、あいつは水の下でうまくやってるから。超凄腕の看護師長だしな。そうか、であればいい。私と同じようにシグウィンも人間の世界を理解するのに時間がかかるのではないかと気がかりだったのでな。あ、そうだ、公爵もお前によろしくって言ってたぞ。まあシグウィンにせっつかれてだけどな。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れないことを祈っておく。だってさ。ああ、その気遣いにも感謝しなければな。近頃は確かに世話しない。メロピデ要塞も万事順調であればいいが。こいつ本当に話題を探すのが下手だな。他の話も振ってやろうぜ。ヌビレット、お前ってその泳ぐのが得意だろ？ふむ、当然その通りだが。今のはなし、別の話題にするな。お前どうやってこの遺跡を見つけたんだ？召使いに教えてもらったのか？ああ、君たちとポアソン町で会う約束をしていただろう。だが到着するとハデューたちがポアソン町の住民の避難誘導をしていてな。その上そこに大量の物資を運んでいた。唖然としていたところ、たまたまその場に居合わせた召使いを見かけ、この古代遺跡の調査を君たちに依頼したと聞いたのだ。確かに最初は合流する予定だったもんな。遺跡を探索するくらいならあまり時間がかかんないし、お前もまだ公文書を読んでて離れられないと思ってたんだけど、まさかこんなに早く片付けて駆けつけるなんてな。
みんな、お待たせ。ごめんね、だいぶ落ち着いたよ。さあ、探索を再開しましょう。ところで、ヌビレットさんも一緒に行くの？ああ、同行させてもらおう。また一人増えたな。よし、それじゃあ出発だ。全部丸見えね。ここで終わりのようだ。近くに隠し部屋らしきものもない。思ったよりぐるぐるさせられたけど、そこまで広くないみたいね。石板？ここに奉納されてるみたいだけど、取ってみるか？待って、あまり不用意に触るのはやめときましょう。台座が4つに対して石板は3つしかないな。1つ目の台座にはまってたはずの石板がないぞ。近くの壁も崩れている。下に文字が書いてあるな。どれどれ。これは滅ぶべき国である。過去からその未来の歴史を知る層。どういう意味だ。誰かが意図してこの石板と言葉を残したみたいね。けどそうなると、この滅ぶべきっていうのはフォンテーヌのこと？これは予言を示した内容だろう。石板に描かれた絵は予言の描写と確かに一致している。例えばこの2枚目だが、ひざまずいてる信心深そうな人がいるな。その後ろに
また同じポーズをした人がいるぞ。彼女が見てる方向は…なんだこれ、空に浮かぶ島？3枚目の絵の真ん中にいる人はフリーナ様？水神様が水に落ちたってこと？それに周りを人が囲んでるな。ちょっと理解できなくなってきたぞ。こいつらは水中にいるのか？で、こっちの4枚目だけど、これは私も知ってる。フォンテーヌで噂になってる予言と完全に一致してるみたいね。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神座で涙を流す。この一連の石板には他にも多くの情報が隠されているのだろう。だが私にはその意味を全て読み解くことができそうにない。一枚目の石板が欠けているゆえにな。申し訳ない。そんなこと言わないで。別にこういった予想外のものを解読するのがヌビレットさんの役割ってわけじゃないんだから。石板を見てたら寒気がしてきたぞ。だって怖くないか？これってつまり未来の歴史ってことだろ？この予言って絶対に当たるんだよな。こんな未来に立ち向かうのはさすがに遠慮したいところね。でもこの絵をつなげて見てみるとどっかおかしい気がしないか？そうね。確かに、もしこの4枚の絵が時系列順に並んでるとしたら、4枚目のフォンテーヌが水没する絵が先で、次に3枚目の水神様が水に落ちる絵になるはずだよね。だがこの石板では順序が逆になっている。これが時系列通りなら3枚目にフリーナ様がいるし、この2枚目に書かれてる方は先代の水神様なのかも。エゲリアか。彼女を実際に見たことはないが、絵に描かれた彼女の姿は確かに記録と一致している。先代水神が空に浮かぶ島に向かってひざまずき、その姿はまるで罪を認めているかのようだ。まさか水神様が罪を犯したってこと？そうじゃなきゃこんなことをする理由が。どうしてこんな古い石板が存在するのか気になってたけど、内容を見た感じまさかこれが予言の元になってるとか。そうなると過去にもこの石板を見た人がいるんじゃない？だったら石板を作ってこの言葉を残した人は誰なんだ？どうやらその手がかりはフリーナから得るしかないようだ。そうね。もう近くに手がかりはなさそうだし、ここで時間を無駄にするのはやめて戻りましょうか。そうだな。まずは安全な場所まで戻ろう。ここで別れましょう。一応まだスピナディロースラの方を見ておきたいからね。ほら、助けてもらっているにせよ、自分の目で見といた方がいいことって多いし、その方が安心でしょ。あちこち走り回ったのにまだそんな体力があんのかよ。元気だな。おいらはクタクタでもう倒れそうだぞ。今夜はサンドル川に戻って休んでちょうだい。長いこと付き合ってくれてありがとね。私もこれで失礼しよう。
皆大変な一日だったな。ゆっくり休むといい。旅人、私は明日の午前中フリーナに石板のことを聞くつもりだ。君もきっと気になっていることだろう。時間があれば明日の午前中に私の執務室へ来るといい。聞いたことを共有しよう。本当にフリーナに直接聞くのか？大丈夫かな。どんどん真相に近づいてるはずなのに、逆に恐怖が増していってるぞ。彼女はずっと秘密を隠している。そうやすやすと譲歩することはないだろう。だがそうであればあるほど私は自分の役割を果たし、彼女に現状を理解させなければならない。おう、しっかり頼んだぞ。何しろフリーナと話せるような立場の人ってお前しかいないし。今夜どう話を切り出すか慎重に検討しておこう。旅人バイモン、サンドル川にあるスピナディロースらの拠点は変わらずあんたたちを歓迎してるからね。安心して泊まってちょうだい。それじゃまたね。